になりました。ミーニュースをお伝えします。ちょっと変わったお風呂の話題です。BITSMOKE さんが考案したお風呂には、なんと、ゴリャが、BI、ゴリャに、死に、街のミーに聞きました。まさか、本気で言ってませんよね。ピースピース。はい。一時のミーニュース。JOSEPH がお伝えしました。今ちょっと不機嫌です。RYDR と喧嘩しました。腹が立ちます。じゃあ、このイライラを沈めてください。いただきます。いただきます。いただきます。ちょっと聞いてみてもいいですか？穏やかな気持ちになりますね。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。この間はごめんなさい。こちらこそごめんなさい。ありがとうございます。仲直りできました。お礼にこれをあげます。おーおーおい。す。あ。夢でよかった。夢でよかった。まだ、起きてます。CODY のモノマネを聞いてください。こんにちは、CODY です。どうでした？似てましたか？ぬ、そうですか？今夜はオールナイトです。いただきます。
お礼にこれもあげます。今夜はオールナイトです。MOMO に友達になってほしいと言われたのですが。では、ちょっと話をしてきます。気が合いそうだったので、友達になりました。お礼にこれをあげます。いらっしゃいませ。おかげでありがとうございます。おかげでありがとうございます。おかげでありがとうございました。いらっしゃいませ。おかげでありがとうございます。おかげでありがとうございました。いらっしゃいませ。おかげでありがとうございます。ありがとうございました。いらっしゃいませ。おかげでありがとうございます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 。おかげでありがとうございました。ちょっとだけ、そっとしておいてください。実は、MOMO のことが好きです。告白したいのですが。どんな感じで告白したらいいですか？なんと言って告白すればいいですか？告白する場所はどこがいいでしょうか？その前に着替えた方がいいですかね？わかりました。では、勇気を出して告白してきます。SUCKMYCOCKBITCH。 こちらこそよろしくお願いします。お礼にこれをあげます。おはようございます。くしゃみが出そうで出ません。
まりました。なんか、微妙な気分です。一緒に遊んでくれますか？はっちょい。残った。おめでとうございます。ダラダラしている自分が許せません。あ、びっくりした。夢か。もういない。あ、最近、こんな夢ばかり見るな。モーニング。新しいインテリアをありがとうございます。なかなかいい部屋ですね。ところで、大事にします。モーニング。新しいインテリアもありがとうございます。とてもいい部屋で気に入りました。ところで、部屋大事にします。せっかくだから遊びませんか？モザイククイーン、第一問。これは何でしょう？答えは。肉まん、モザイククイーン、第二問。これは何でしょう？答えは。風鈴でし、モザイククイーン、最終問題。これは何でしょう？答えは。花束でした。おめでとうございます。
COODMAN でございます。できる女だって、よく言われます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございました。可愛い色に染めたいです。どの色に染めたらいいですか？わかりました。どうですか？似合いますか？PLELOP でございます。強気で負けず嫌いな女です。新しいインテリアもありがとうございます。いい感じの部屋ですね。ところで部屋も見て大事にします。いらっしゃいませ。お買い上げありがとうございます。ありがとうございました。可愛い色に染めたいです。どの色に染めたらいいですか？わかりました。どうですか？似合いますか？
ただきます。いただきます。そっちの世界も寒いんでしょうね。いらっしゃいませ。お買い上げありがとうございます。お買い上げありがとうございました。いただきます。気になることは調べないと気が済まない性格です。新しいインテリアもありがとうございます。とてもいい部屋で気に入りました。ところで大事にします。これで一緒に遊びましょう。できるのが楽しみだな。そこもそっちに。わかりやすいところから揃えましょう。できるのが楽しみだな。楽しかったです。ありがとうございます。あと99万円で宇宙旅行に行けます。おはようございます。いらっもうありがとうございます。ユニークな部屋ですね。ところで大事にします。カツ丼様、カツ丼様、カツ丼様。あ、何だったんだ。
るのかな？今の夢は一体実はここだけの話、公園の下には UFO が埋まってるらしいよ。なんだったんだ？まもなくさん。おいしいすき焼きがいらっしゃい、毎度あり。
ニュース速報です。ランキング掲示板に恋愛相性ランキングが発表された模様です。相性テスターデラックスが弾き出した恋愛相性のうち上位100組の相性が掲示されています。果たしてどのカップルがランキング1位でしょうか。興味津々ですね。なお、この結果は常に更新されるため、気になる方は頻繁にチェックしてください。以上、ニュース速報。ROBERT がお伝えしました。ニュースをお伝えします。本日未明、浜辺にクジラが打ち上げられているのを JOSEPH さんが発見しました。 JOSEPH さんは近隣の住民に呼びかけ、クジラを海へ返すことに成功しました。呼びかけに応じた JULIOR さんは JOSEPH さんの優しさに心を打たれ協力した。無事海へ返すことと胸骨で下ろしていました。しかし、その後の調べによると、クジラは重さだったとの、町の民に聞きました。あまり、ピンと来ないです。それはそれは。はい。しじみの民ニュース。FED がお伝えしました。お久しぶりです。 LOLA と友達になりたいです。どんな感じで話したら仲良くなれそうですか。アドバイスありがとうございます。ではちょっとお話ししてきます。ありがとうございます。おかげで友達になれました。お礼にこれもあげます。グッモーニン。CODY と友達になりたいです。
どんな話をすれば仲良くなれそうですか？アドバイスありがとうございます。では、ちょっとお話ししてきます。ありがとうございます。おかげで友達になれました。お礼にこれをあげます。グッモーニング。LOLA とは、すごく仲がいい友達だと思っているのですが、私と LOLA のことも、どう思いますか？普通ですか？ちょっと残念です。グッモーニング。CHEFTP とデートしたいのですが、どこがいいでしょうか？いいですね。準備していこうと思います。おはようございます。DROOKLYN と友達になりたいです。どんな話をすれば仲良くなれそうですか？アドバイスありがとうございます。では、ちょっとお話ししてきます。ありがとうございます。おかげで友達になれました。お礼にこれをあげます。